あとこっちで売れるのめっちゃいいよね。何でも売れるよね、こっちはね。マジでって言ってるもん。この間ね、PS2 売ってたからね。買うやついるの、またね。それが、おろる。車も30年選手とかいるからね。走行距離10万キロでまだまだこれから。10万キロはやっと鳴らし終わったぐらい。10万キロ切ってたらもうほぼ新車やから。うち買った車何万キロだったの？10万キロぐらい、うん。うちらにしたら新車レベルでよく走ってるね。すごい、10万キロなんて何にもないよ。レガシー25万キロとかさ、全然普通にいるよ。フォレスター30万キロとか、まだ売ってっからね、普通に。$2,000-3,000とか。ボロボロよ。前一緒に住んでた友達、アイルランド人のね、乗ってた車しか500ドルで買ったらしい。その車、土砂降りの次の日になると、後部座席の床が水たまりになるっていう車。それでもそいつ売っとったからね、また。え、その辺にほっぽって帰ってた。いや、買うほってなかった。誰か買った買った。50ドルとか100ドルとか。走るから、一応。で、その車って。あのチョークついてる、チョークレバー。多分今の人は多分使い方分からんと思う、ね、車にチョークついてたの見たことなかった、それまで。鍵なくしたって一回大騒ぎになって、同じ車の友達の持ってるやつがあるっつって。他にもあったんだ、その古い車あって、その鍵持ってきて、開けたら開いたの。エンジンもかかって。え、どういうこと？鍵が多分古すぎて。回せれば何でもいいみたいな。そうそう。でも別に欲しい人もおらんしさ、その車をさ、取られることもないわな。日本でもハイエースだと86万キロあるある。ハイエースとか商用車やっぱりねよく走るんです。ここで86万キロ日本であってこっちに来るからね。まだその後あとこっちで100万キロぐらい行くよ。そらもう余裕で行きますよ。日本で役目を終えた車はやっぱり流れてくるよ。だってバスとかも結構バンバンあるよね。なんか自動扉とか書いてある。キャンプ行った時じいさんが乗ってた車、日本のバスを改造してたよね。レンジローバーが流行ってるよね。アウディとメルセデスはもちろんいる。テスラはこのちっちゃい町でも普通に5、6台走ってんじゃないかな。ランボルギーニとかもこの町で石ガンガン跳ねるからね。泥に石に誰も気にしない。一緒に働いてた前の同僚、若い頃車乗っててミラーがなかった。サイドミラーがないからマミーの手鏡をテープで貼って走ってたっつったからね。めっちゃいい思い出やとか言ってた。それ車検通るから。え？別にミラーはなくてもいいね。は？昔俺一緒に働いてたやつで、何十年前のランドクルーザー乗ってるやつがいて、ミラーをね、なかったの、サイドミラー。ほう、これ大丈夫なの？その時聞いたら、ミラーいらんからって言ってた。え、そうなの？って言ってた、その時。運転うまかったらいらんの？いや、あった方がもちろんいいけど、通るって言ってたよ。え？車検通るもクソも、もう20年近く前やった。古き良き時代的なこと。古き良き時代で、田舎の方やから、車検なんてなかったんじゃないかなと。はぁ。勝手な予想だけど。